全国の各ブロックで外線活動を展開し、国内の政治情勢に新たな波を巻き起こしていることをご存知でしょうか現在、日本のあらゆる地域で、日本保守党の眺め立ち、他の政党が霞んでしまうほどの存在感を示しています。今回の動画では、この驚くべき状況の背景に迫ります。百田直樹氏と有本香織氏がリードするこの政党は、SNS 上で急速に支持者を増やし、メディアへの露出も増えていますが、 その裏には様々な批判もあります。メディアがこの浸透にどのように対応しているのか、その影響力が拡大している背景には何があるのか、特に NHK がついに正式に取り上げたことで日本保守党は国政にどう影響を及ぼすのかが注目されています。また、選挙活動における戦術や党内での意思統一についても多くの視聴者が気にするところです。小野寺参議院議員がどのような演説を行い、 支持者からの応援を得ているのか、その詳細を掘り下げます。さらに、愛国心と日本の伝統文化を重視する党のメッセージは、どのように国民に響いているのでしょうか。国旗を掲げることや、伝統的な価値観を守ることが本当に必要なのか、多くの疑問と共とに日本保守党の活動に深く迫っていきます。今回の動画では、これまでの日本の政治に疑問を抱いている方々にとって、特に興味深い内容となるでしょう。 日本の未来にどのような影響があるのか、一緒に考えてみましょう。それでは、百田直樹さんと有本香織さんのリーダーシップについて見ていきましょう。百田直樹さんと有本香織さんは、日本保守党において中核的な役割を担うリーダーであり、その存在感は非常に大きいです。百田さんは、小説家や評論家として知られていますが、近年は政治活動にも力を入れており、 特に日本保守党の党首としての活動が注目されています。一方、有本さんは政治ジャーナリストとしての鋭い洞察力を持ち、百田さんを支える存在として党の運営においても重要なポジションを占めています。この二人の連携は、日本保守党が成長し続ける上での大きな原動力となっています。百田直樹さんのリーダーシップは、特に言葉の力で人々を引きつける点で特徴的です。彼の発言には、 ユーモアと批判の両方が織り混ぜられており、聴衆を魅了しながらも鋭い政治的メッセージを伝えます。百田さんは、自らの考えに揺るぎない自信を持っており、他者の意見に左右されることなく、自らの信念に基づいて行動しています。そのため、彼の発言は常に強い信念と確信に満ちており、多くの支持者にとって非常に説得力のあるものとなっています。例えば、百田さんは日本保守党の選挙活動において、 選挙戦に集中することの重要性を何度も強調しています。これは彼がいかに真剣に政治を捉えているかを示しているといえます。百田さんは選挙戦では手間や攻撃的な言葉に対して反応するのではなく、冷静に対応し、誤解を避けるために事実に基づいた発言を行うべきだと強く訴えています。これにより、百田さんは単なる人気取りの政治家ではなく、 実際に政策を前進させるための行動を重視するリーダーとし、手の姿勢を示しているのです。また、百田さんのリーダーシップは、周囲のサポートにも大きく影響を与えています。彼の冷静かつ強力なメッセージは、党内外の支持者たちに自信を与え、彼らが選挙活動において団結し、一丸となって行動するための原動力となっています。党員や支持者たちは、 百田さんが前面に立ってリーダーシップを発揮している姿を目の当たりにすることで、自らの役割を果たすことへの責任感や誇りを一層強く感じるようになるのです。このようにして、百田さんの存在は、日本保守党全体の士気を高め、選挙戦を勝ち抜くための強力なエネルギー源となっているのです。さらに、百田さんのリーダーシップのもう一つの特徴は、彼の戦略的な思考にあります。百田さんは、 政治の世界で成功するためには、単に個々の政策や理念を掲げるだけでなく、それをどのように実現していくかという明確なビジョンを持って行動することが重要だと考えています。彼は、選挙戦においても、ただ支持者に向けてメッセージを発信するだけではなく、そのメッセージが広く受け入れられるための具体的な手段や方法を常に考えています。このような戦略的なアプローチが、 百田さんのリーダーシップをより早期は立たせているのです。一方で、有本香織さんも、百田さんに負けず劣らず強力なリーダーシップを発揮している。ます。有本さんは、ジャーナリストとしての豊富な経験と知識を活かし、日本保守党の政策立案や選挙戦略の構築に貢献しています。彼女は冷静な分析力と的確な判断を持っており、その意見は党内外からも高く評価されています。有本さんは、 百田さんとは異なる視点から政治を見つめ、より現実的な問題に対する解決策を提案することが得意です。このように、百田さんと有本さんのリーダーシップは、それぞれ異なる強みを持ちながらも、相互に補完し合う関係にあります。有本さんのもう一つの強みは、コミュニケーション能力です。彼女は党内の調整役として、様々な意見や立場をまとめ上げ、 全員が同じ方向に向かって進むための道筋を示す役割を果てた。しています。このような有本さんの調整力は、特に選挙戦において、党内の結束を保ち、効果的な戦略を実行するために欠かせないものとなっています。す次は、NHK の正式報道と日本保守党の広がりについてです。NHK が日本保守党の選挙活動を正式に報道したことは、同党にとって大きな意味を持ちます。 日本の主要な公共放送局である NHK が特定の政党の活動を取り上げることは、その政党が国民に対してどの程度の影響力を持ち、またどれだけ注目されているかを示す重要な指標です。日本保守党は比較的新しい政党ですが、すでに多くの支持者を集めており、その存在感を強めています。NHK の報道により、全国の視聴者がこの党の活動に関心を寄せる機会が増え、 これまであまり知られていなかった層にもそのメッセージが届きやすくなっています。NHK の報道には、特に選挙期間中の党の活動や街頭演説の様子が紹介されることが多く、候補者たちがどのように支持者と接しているか、どのような政策を訴えているかが広く伝えられます。これにより、地方都市や大都市圏以外の地域に住む人々にも、日本保守党の存在が浸透していくことが期待されます。特に、 地方選挙では全国的なメディアの報道が有権者の投票行動に大きな影響を与えるため NHK による報道は同等にとって大きな後押しとなるでしょう。日本保守党の支持基盤はもともとインターネットや SNS を通じて広がってきました。百田直樹さんや有本香里さんのような著名人が党の中心にいることでオンライン上での支持者が急速に増加しました。しかし、 インターネット上での支持者が現実の選挙にどのように反映されるかは未知数でした。ここで NHK が登場することで、オンラインだけでなく、テレビというより広範なメディアを通じて、同党の政策や理念が広がることになります。これにより、同党が選挙でどのような結果を出すかが、より現実的な形で見えてくるのです。NHK の報道によって、日本保守党はインターネットでの活動から脱却し、 地上派のメディアでの影響力をも獲得する段階に入ったと言えるでしょう。これは、党が国政選挙において重要な役割を果たし得る存在であることを示しています。さらに、NHK が同党を取り上げることで、他のメディアも追随する可能性があります。報道が増えれば増えるほど、日本保守党の知名度が上がり、選挙結果に影響を与える可能性が高まります。NHK の報道は、 日本保守党に対して慎重に扱われている面もあります。特に公共放送としての立場から、政治的中立性を保つために、特定の政党に偏ることなく、公平な立場で報道を行うことが求められます。そのため、日本保守党に対する報道も、党内の主要な活動や候補者の発言内容に焦点を当て、できる限り客観的な情報提供がなされていると考えられます。これは、 党にとってプラスにもマイナスにも作用する可能性がありますが、少なくとも国民に対して透明性を持った姿を示すという点で、は重要な役割を果たしています。また、NHK の報道を通じて、日本保守党は他の政党との違いを強調することができます。特に保守的な価値観や日本の伝統文化を重視する姿勢は、他の政党とは一線を隠す特徴となっており、それが報道を通じて広く伝わることで、 同等の支持層がさらに拡大する可能性があります。特に、現在の政治に対して不満を持つ層や、既存の大政党に対して批判的な視点を持つ人々にとって、日本保守党は新たな選択肢として注目されることでしょう。さらに、NHK の報道により、日本保守党は国際的な注目を集める可能性もあります。特に日本の政治に関心を持つ海外メディアや外国政府にとって、 NHK の報道は信頼性の高い情報源とみなされることが多いため、この報道がきっかけで日本保守党が国際的な視野に入ることが考えられます。これにより、同党の影響力は国内に止まらず、国際的にも評価されるようになるかもしれません。次は、政治家への批判とメディアの役割についてです。現代において、政治家とメディアの関係はますます複雑化しています。 政治家は選挙活動や政策発表においてメディアを利用し、国民にメッセージを届けようとしますが、その一方でメディア自体が政治にどのような影響を与えるか、という問題も浮かび上がっています。特に、情報の偏りや特定の政治勢力に対する報道姿勢は、多くの人々にとって議論の的となっています。百田直樹さんが指摘するように、政治家がメディアに過度に存しすぎると、そこには大きな問題が生じます。 政治家が国民に伝えたいメッセージがメディアによって歪められたり、あるいは重要な情報が報じられなかったりすることがあるか。やです。特に、百田さんが強調するのは、現代の政治報道における一面的な情報提供の危険性です。例えば、テレビなどの大手メディアでは、与党や主要な野党の活動が大きく取り上げられる一方で、他の小規模な政党や新しい政治運動はほとんど報じられません。うん。これにより、 国民は限られた視点からしか政治を判断することができなくなります。百田さんは、こうしたメディアの報道の偏りを批判し、国民自身が主体的に情報を得て、考える力を持つことの重要性を強調しています。このような批判は、単にメディアを責めるだけではなく、現代社会における情報の消費方法に対する継承でもあります。インターネットや SNS が普及する中で、人々は自ら情報を探し、 判断する能力が求められています。しかし、現実には、多くの人々が依然としてテレビや新聞の報道に頼りがちです。百田さんは、そうした自動的な情報消費ではなく、積極的に情報を取りに行く姿勢が必要だと述べています。特に、選挙期間中は、メディアの情報に左右されず、自ら候補者の言動や政策を調べ、判断することが重要です。また メディアが特定の政治家や政党を攻撃する一方で、反対勢力に対しては寛容であるという姿勢も問題視されています。百田さんは、このようなメディアのダブルスタンダードが、政治の健全な競争を阻害していると主張します。例えば、与党に対しては厳しい批判を展開しながらも、野党の問題点にはまり触れないというケースが少なくあり、ません。こうした報道姿勢は、国民に対して不公正、印象を与え、 政治的な変更を助長する可能性があります。メディアの影響力は非常に大きいため、国民がそれに振り回されないようにすることは難しいかもしれません。しかし、百田さんが指摘するように、政治家や国民がメディアに存しすぎることなく、自らの頭で考え、自らの判断に基づいて行動することが重要です。特に選挙の際には、どの候補者が真に自分たちの利益を代弁しているのかを見極め、見るために、 国民自身が情報を収集し、冷静に分析する必要があります。また、百田さんは、現代のメディアが政治的な公平性を保つべきだと主張している。ますが、その一方で、メディア自体が利益や視聴率を追求するあまり、センセーショナルな報道に走ることが多いと指摘しています。これにより、重要な政策議論が置き去りにされ、スキャンダルや対立を煽る報道が主流になってしまうという、問題があります。これは、 政治家にとっても、国民にとっても非常に有害な状況です。政治家は、メディアによる攻撃や批判に対して対応をせざるを得なくなり、本来の政策議論が後回しにされることがあります。一方で、国民は、そうした報道に惑わされて、本質的な政策や政治の動きについての理解を深める機会をしつ、ってしまいます。百田さんの主張は、現代のメディアと政治の関係を見つめ直し、 国民が真に必要とする情報をどのように得るべきかを考える重要な問題提起となっています。情報が氾濫する現代社会においてメディアの報道を盲信するのではなく複数の情報源から情報を集め自分自身で考える力を養うことが求められています。これは単に選挙において誰に投票するかを決める際の問題にとどまらず日常的にどのように情報を消費し 社会の動きを理解するかという点にも関わってくる大きな課題です。最後に、日本国旗と伝統文化への愛国心についてです。日本保守党の支持者たちが強調するのは、国旗や伝統文化を重んじることが、日本人としての誇りを持つために不可欠だという点です。特に、祝日には国旗を掲げるという行為が、かつては当たり前であったにも関わらず、現代ではその姿を見かけることが少なくなったことに対して、 党内外から危機感が抱かれています。国旗を掲げることは、単なる象徴的な行為ではなく、日本の歴史や文化を尊重し、それを次世代に伝えるための大切な儀式であると考えられています。国旗を掲げるという行為は、国家や国民としての一体感を育むための大切な習慣です。古くは、祝日に家が日の丸を掲げ、街全体が日本の祝日を共には姿が見られました。このような習慣は、 国民が一つの目的のもとに団結し、共通の歴史や文化を大切にするという意識を醸成していました、しかし、現代においては、こうした伝統的な行為が少しずつ失われてきています。これは、都市化やグローバリゼーションの影響もあるかもしれません。が、日本人自身が自国の文化や伝統を軽んじる傾向が強まっている証拠でもあります。特に、若い世代がこうした伝統を理解しないまま育ってしまうことは、 日本の将来にとって大きな問題です。国旗を掲げることの意味や、それがどのように日本の歴史と結びついているかを理解しな、異世代が増えれば、愛国心そのものが希薄になり、国家としての一体感も失われてしまうかもしれません。日本保守党の支持者たちは、この点に強い危機感を抱いており、国旗を掲げることの重要性を再認識する必要があると主張し、ています。また、国旗を掲げるという行為は、 単に国家を称賛するためだけではなく、自分たちのルーツを見つめ直す機会でもあります。日本は長い歴史を持つ国であり、その中で培われた文化や価値観は、他国にはない独自のものであると誇るべきです。特に、近年はグローバルな影響が強まり、他国の文化や価値観が日本国内にも浸透しています。これ自体は決して悪いことではありませんが、他国の文化に触れる中で自国の文化を忘れてしまうことは危険です。 国旗を掲げることは自分たちの文化や歴史を再認識し、それを次世代に伝えていくための重要な行為であると言えます。さらに、国旗を掲げることは国際的な視点から見ても重要です。多くの国では祝日に国旗を掲げることが普通の行為として根付いており、それが国家や国民としてのアイデンティティを強化する手段となっています。日本も同様に国旗を掲げることで、 国際社会における自国の存在感を示し、自国の文化や伝統を守り続ける意思を明確にすることができます。これは単なる国内の問題にとどまらず、国際的な関係においても重要な要素となるでしょう。日本保守党の支持者たちが国旗や伝統文化に強いこだわりを持つ理由は、こうした背景にあります。彼らは、日本が独自の文化と歴史を持つ誇り高き国であり、 その価値を守り続けることが国家の繁栄につながると信じています。そのため、祝日に国旗を掲げることをはじめとする伝統的な行事や儀式を復活させることを強く訴えています。特に、百田直樹さんや有本香里さんをはじめとする党のリーダーたちは、国旗を掲げることの象徴的な意味を重視しています。彼らは、単に形としての国旗を掲げるだけでなく、その抗議がに、